皆さん、こんにちは。ただいまより日照簿記検定3級2級の同時ガイダンスということでございまして、今日はですね、えー、3級と2級にダブル合格する効率的な学習法というタイトルで、 お時間30分ほど頂戴いたしましてね、私の方から少しご案内をさせていただこうと思います。で、少し遅れましたけどね、えー、今日のガイダンスを担当させていただきます。私、リックで会計学担当しております、富田と申します。ね、えー、日簿記に関して申し上げると、私の方では2級とですね、1級ですね。 こちらの授業の方を担当させていただいているところになりますんで、まあ今日のガイダンスのお題というんですかね、一応32 9のダブル合格という前提になりますから、もし私どもの方でですね、ご聴講いただくというところになれば、2級の講義は僕の方で担当させていただくというところになりますんでね。まあ事前にと言ったらなんですけども、今日32級のトータルのガイダンスということで、30分ほど頂戴いたしまして私の方からお話をさせていただくというところになります。 で、まずですね、あのー、私どもレックの募金講座。まあ、こちらね、あのー、ご興味をお持ちいただいたというのは大変ありがたいことなんですけども、まあ、学費等々に関しまして、詳細はこのパンフレットの方にですね、記載をさせていただいております。あとはですね、お一人お一人、ちょっとやっぱ状況も色々違うと思うので、 各種割引制度なんかもご用意させていただいておりますから、まあ、こちらの適用があるかないかというのは、ですね、えー、お一人お一人、ね、皆さんちょっと状況が違いますので、確実的には申し上げられないところもありますから、まあ、そういった詳細の部分については、あ私ども本校の方にお電話をいただくなり、直接おいでいただくなり、またはメールなんかでも、ね、お問い合わせいただくことは可能でございますんで、まあ、そういったものをお使いいただきながら、あ学費等についての確認というのは取っていただければと。 いうふうに思うんですねで基本的に私どもレックの場合は、簿記検定の講座はほとんど、ほとんどあのウェブ系の授業、いわゆる通信系の授業を前提に展開をさせていただいております。まあ、ごく一部、産業等に関しては、通学のクラスというのも設定はあったりはするんですが、本当にごく一部です。えー、基本的にはもう、私どもの授業というのはウェブ、えー、これでね、まあ、皆さん方にご情報をいただこうと。 いいいう前提にさせててただいてるんですね、まあ、その理由は極めて簡単で、まあ、やっぱりあのウェブ系の授業にすれば皆さん方の学習効率という部分でもですねやっぱりお時間都合がいいところで勉強を進めていただくということも可能ですし、まあ、さらに申し上げればコスト部分でもねやっぱり固定費の部分がなくなりますからね通学クラスとなるとどうしても教室を用意してそこに講師を派遣して。 いう形になりますんで固定費がどうしてもかかってしまうんでその分皆さん方の受講料というのが値上がりしてしまうんですねでそのになってしまうとやっぱりね、えー、せっかく簿記の検定勉強してみようというふうに高い志を持って興味を持って皆さん方が学費の分でやっぱり残念してしまうというのはあるといけないので極力そういった事象っていうのをねなくすという意味からも固定費の削減をしていくという観点からだいぶ前から私どもの方ではウェブの講座 ねえー、お一人お一人パソコンであったりスマホなんかでねご聴講いただくというウェブの講座を前提に講義展開というのはさせていただいているというようなところがございますんで、まあ、中にはねあの通学して学校で決まった日時で勉強していきたいという方もいらっしゃるとは思うんですけどもやっぱこれも時代なんだろうね。僕らが勉強を始めた時代 僕がね、あの、簿記とか税理士の勉強を始めた時ってもう30年弱前です。あの、その時代はね、まあ、その時も通信っていうのあったんですよ。あの、知ってるかな。若い人は聞いたこともないか、聞いたことくらいあんのかな。カセットテープですよ。ねその時代はあの、通信って言ったらもうカセットテープ。あの、テープが送られてきてね、<laughs> あの、それをプレイヤーでこうやって聞くという形だったりしました。まあ、その後にはビデオとかもあってね、お金持ちやビデオでやってました。VHS。 びっくりするぐらいいっぱいビデオが送られてきてねそれを家でこうねビデオデッキに投入してテレビで見ながらやるってうそういう時代だったんだけど今はもう時代変わりましたからねネットを通じてウェブで、えー、授業の配信をさせていただくというような形にさせていただいておりますんでまあそちらにやることによってね固定費の削減というのを図るという形で、えー、極力お求めやすいお値段で講、えー、座の設定ができるようにというコンセプトのもと 授業展開をさせてていいいただいているところになります、まあ、そういった学位の部分については私よりもね専門の営業担当の者のなどとご相談をいただいた方のが詳細のご提示もできるでしょうからあーそちらをねぜひご活用いただいてチェックをしていただければと思うんですが、まあ、私はあの講師なんで、ね、講師としてやっぱり皆さん方にお話をさせていただくという意味からすればですねこれはやっぱりあの勉強の部分だと思うんですよ。 で、今日のタイトルとしては、3、2級ダブル合格する効率的な学習法って話になってるんだけど、これね、やっぱり特に2級なんだよね。特に2級の合格ということを考えた場合、3級と2級ってのはセットで勉強した方,の方が効率性だから間違いないです。っていうのも、日照の簿記検定ってのは、おおよそですよ。おおよそ、最上位が1級です。で、次が2級になります。で、その下に3級ってのがあって、さらにまあ初級というのもある。ね。 まあこういった形で簿記検定っていうのは構築されてって数字が小さくなればなるほど難易度が高くなるんですねで数字が小さくなればなるほど難易度が高くなるんだけど一般的にまあそうだな社会人さんが教養として身につける簿記会計という意味ですればやっぱり2級ぐらいっていうのは一つの目処というのは昔から言われてますし今現在でも多分そうだと思いますねねで私はねあのー、まあこういった予備校の講師もしながら生理小人参加のね コンサル会社で一応役員もやってるんで、まあ実際ね、現場でもいろんなお客様と触れることもあるんで、その経験上申し上げるとですね、やっぱり2級くらいの知識はね、すべての方に、少なくとも営利組織に勤める方々にとっては、まあ、持っとくべきもんだなっていうのは、別に僕が講師だから言っていいんじゃないですよ。あの、純粋に思いますよ。でね、まあそういうふうに言われてもだいぶ時間が経つようになったけど、ただね、 いまだに2級の勉強なんていうのは興味もないしやったこともないってい人も世の中いっぱいいます。で、いっぱいいるんだけど、なんで僕がね、すべての営利法人にお勤めの方々であれば2級ぐらいの勉強はしておくべきだっていうふうに申し上げてるかっていうとね、今いいとこ悪いとこは別として世の中いろいろ変わってるし、変化のスピードってすごく速くなったでしょ。ね。で、これはまあそういう時代にね、 まさに今社会に出たばっかっていう方々にとってみればそれが当たり前ですからなんてことないかもしんないけど僕なんかね社会人になったのもう30年ぐらい前ですよで、ねね、その時代と比べるともうびっくりするぐらい世の中変わってる、ね、びっくりするぐらい世の中変わっててだって去年まではいい会社だって言われてたところは今年になったらポンと潰れなんか普通にありますからね今の世の中昔はやっぱそういうの少なかったですよ あのあそこの会社だんだん厳しくなってきたねーっていう噂が流れてね23年後にポシャっちゃうってそういうパターンがやっぱ多かったけども大手さんなんかでも去年の段階で非常に良かったね今年になったら急に潰れちゃうとかってありますからねやっぱりいろんな部分で変化のスピードって速くなってますでそうなってくるとやっぱりねえ 会社にお勤めの方々、すなわち株式会社でも合同会社でも、昔あった有限会社でもいいです。まあ、今でもありますけどね。新しくは作れないけどね。で、いわゆるそういった会社組織っていうのは営利法人ですから、利益を稼ぎ出すことを目的に存在する組織ですね。で、その利益を生み出すことを目的に存在する組織において、じゃあその会社がいくらの利益を生み出すことができているのか、その状況を把握するために用いる技術っていうのは簿記会計ですよ。 でそうなった時にね、いや僕は技術者だから、ね、会社の業績なんか別に関係ないとか、ね、僕は営業だから、自分の営業成績は必要だけども、ね、会社センターの状況なんかどうでもいいとか、そういう話が通らない時代にもうなっちゃったでしょ。だって、今実際私の女工生さんなんかでもいらっしゃいますけども、技術系の方です。工学機器メーカーの技術系の方。 でその会社、ね誰でも知ってる有名な会社ですけど、その方をお勤めの会社はね、一定の管理職になる時には、母期2級持ってなければなれないんですよ。でそれはそうですよ。だって、あのある組織の所属調査レベルになってくれば、当然だけどグループ全体のね、自分の部下ひっくるめたその所属グループ全体の予算管理とか、利益管理とか、当然求められるに決まってるでしょ。 で昔は、そういうのって、簿記の知識ないような人たちにも、まあ、あなた役職がこうなんだから、これでやんなさいって押し付けてた時代がありますけども、それじゃあもう今の世の中、済まないですよ。さっきも言った通り、去年まで絶好調と思われてた会社が、今年になったら潰れることだってあるんだから、世の中。でしょってことは、より正確にその数字の意味というものを理解した上で、それを改善、向上するためにはどうするかっていうのは、各現場の所属所だったら当然分かんなきゃいけないんです。ってことは、技術屋さんだから技術の知識を持ってるのは当たり前。 ただ、現場のグループの長となるとなった以上は、当然グループの予算管理なんかが厳格に求められる時代になってるんだから、当然だけども、会社の数字がどのように構築されて、どのような利益計算がされるのか、こういったことはもう、どういう職種の人であったって、営利法人である以上分からなきゃしょうがないんですね。現にそういう能力がない人は昇進はさせませんと、そういう会社さんはあります。あります。いや、ずぬけたものを作り出せる人は別かもしれませんよ。 ただ、そんな人はごく一部なんで、ね。多くの研究職と呼ばれる人たちだって今そういう状況に置かれてる。ね。で、これはあす全ての業種に僕は当てはまると思いますよ。業種、職種。ね。だから、人事だから、ね。会社の数字のことはどうでもいい。本当ですかそれね。だって会社の数字のことがわかんないのに人事何やんのいや、決まり切ったこと決まり切ったことやるだけなの有給の管理とか、保険料のチェックとか。 そそれれだだけけややっっててんのえそれだけやって、ね、食べてけます今はいいかもしれないですよ。今はいいかもしれないけど世の中こんだけ変わってるんですよ。ね。会社に対する貢献度みたいなものが成果主義は僕はいいとは思わないけども100%成果主義で世の中回ることもないとは思うけどもでもそれが昔に比べれば絶対的に重要視されるようになってるんですよ今の世の中。そうでしょでそういう状況を考えれば会社の数字の成り立ちが分かんない人が人事だから関係ないです。な関係なかないでしょ。 会社の数字がそういう状況になってる。だから人事の側面ではこういうことを考えなきゃいけない。中長期的な人事戦略としてそういったところを加味しながら計画組まなきゃ意味ないでしょ、だって。現場が10人欲しいっつってから無人荘に10人取っていいんですかそんなことやってるからダメになっちゃう会社って実際にあるんでしょそらそうじゃない。いいとか悪いとかの話じゃなくて、現にこの国は、い、社会保険料の事業の主負担ってのは非常に重いんですよ。 で、なおかつ、解雇規制が緩いわけではないですから。一旦取っちゃった人っていうのは、基本的に会社の都合で辞めさせるわけにはいかないんです、そうそう。そうなっちゃうと、現場が欲しいっつってんから10人、じゃあ10人取りましょうって。それ人事計画なんでもないじゃないですか。会社の数字がどうなってるか、それを前提とした上で人事採用計画を立案しなければ意味がないでしょ。でしょだって10人取ったって、え増える売り上げよりもかかる人件費の方が増えてしまったら、そんなの無意味なんですから。 組織とししして永続しないでですからでしょだからどういう業務をやる方だって会社の数字の成り立ちぐらいは理解できなければ意味がないんです。だから昔みたいに自分の担当領域だけができればそれでいいっていう時代はもうとっくのとに終わってます。でとっくのとに終わっててこれは全ての職種に対して当てはまる僕は思ってんの。僕はね。だってそう思わない。 昔は本当に自分の専門領域のことだけわかればそれでよかったけど、根本的に利益獲得や利益増大に貢献しないような自分の業務を展開したって意味ないんですよ。だってそもそも会社ってのは営利法人なんだから。その名のとおり、利益を生むのが目的なんで。でしょ社外貢献とかなんとかっていろんなことあります。それはそれで立派なことだと思うけど、それは二の次です。当たり前だよね。赤字垂れ流しといて、いい 赤字ってあれ流しおいて、納税も何もしないのに社会貢献も何もおかしいなそんな話、おかしいな話ないでしょ当たり前じゃん。会社が最大の社会貢献できるのは納税ですから。あ、そうそうですよ。でしょで、それをやった上で、プラスアルファで文化活動の女性だは何でもやればいい。でも、根本的な部分ができてないのに社会貢献活動も何もないでしょそんなもん。でしょなあ、だからそれを、 実現するためには、まず会社の利益がどのように生み出され、それをどのように測定されるものか、最低限のルールとしての、簿記会計の知識っていうのは、すべての営利法人で即する人たちは知らなきゃダメだと思いますよ、僕は。ね。だから、これはもう職種問わずです。ね。で、中には皆さんの中にはね、特にお若い方なんか多いのかな、将来的に起業したいとかっていう希望をお持ちの方も多いと思います。ね。非常にそれは立派なこと。僕は、どん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 チャレンジできるんだったらやった方がいいと思うし、 それがうまく回ればね、周りの人たちも幸せにできるだろうし、それこそ社会貢献もできる。僕はそう思います。だから、それはどんどんやればいいけども、そういうね、独立開業なんかを希望されてる方々は、自分で今度商売やるようになったら、自分の測定、自分の会計行為の測定っていうのをやらなきゃいけないんだから。最初から全部税理士さんに投げれればいいですよ。ね、でも税理士さんに投げるってことは、当然それにお金が伴いますからね。 最初のうちは今なんかいいのがありますから、無料の会計ソフトがあるじゃないですか。ああいうの多分使うんですよ。で使うんだけども、何にも警備の知識ない人がい、義務的にそれだけ入力だけやったって得られる情報の使い方がわからないじゃないですか。ね。で、せっかくやるんだったら、その得られた情報をどういうふうに今後の経営に生かしていくか、それができなきゃ意味ないわけですよ。じゃあ、その数字の意味を理解するためには何が必要なのだったら、簿記の知識が必要なんですよ。でしょ で、それを何年かやってって、順調に商売が大きくなっていけば、だん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 自分で一人で会社のお金のことなんかできなくなりますから、経理マンを雇うということは必要になります。または税理士に外注することは必要になります。あの、無料ソフトでやれるなんて限界ありますからね。うん、限界あります。あれ無理ですよ。あの、一定規模の売り上げになったらもう無理ですよ。ほとんどの場合。100%とは言わないけど、自分一人で全部できますよってのは限界ありますね。2、三0 0 0千0 0 0万でも多分厳しいですよ。 フリーランサーで売り上げが2、3000もありますよっていう人も全部とは言わないけども、ちょっと厳しいと思いますよ。もうちょっと外の人間入れないと。ね、税理士を雇うか、または経理マンを雇うかしないと、まあちょっと厳しいですね。まあ少なくとも3000万、4000万の売り上げがあるんだったら税理士入れないとちょっと厳しいと思いますけど。ね。ねどと思いますけども、そこに至るまでの過程の間どう当然当分の間自分でやるんですよ。どんなにいいソフトがあったって。 その時に会計の知識ある人とないとかやるんで全然違います。全然違います。できるものは同じじゃないです。やり方はいろいろあるんで。ね。だから、そういったところも一つ考えて、あのー、やっぱね、いわゆるビジネスの世界に身を置く人であるならば、会社の業績というのがどのように測定されるのか、そのルールである簿記というものを身につけとくというのは僕は絶対的に必要なものだと思ってます。じゃあ、そのね、最低限皆さんに持っといてもらったのはいいよと思える簿記の329。 効率的な学習って言った場合ではまず続けてやることですことすれ一番いいいですっていうのもね日商の物件でさっき言った通り最上位の1級から始まって2級3級というふうに降りてくるんだけどこれね1級の範囲と3級の範囲って別じゃないんですよ別じゃないの会計学って全般そうなんですけどまず3級で簿記の基本を身につけるんですでその3級で簿記の基本を身につけたらその内容を土台にプラスアルファ2級の範囲が乗るんです で、さらに一級に行ったら一級の範囲が乗るんです。これどういうことかっていうと、言い方かんとね、一級の試験でも、三級で勉強する領域のもの、出ますよ。出ますよ。だから、三級の知識がない人がいきなり一級やったってできないんです。そもそも授業が受けられない。なぜならば、三級でやったことを一級の授業でやらないですから。でしょ簿記ってそういうふうにピラミッド式になってるんですよ。で、まず一番最初に身につけるべき基本の部分を三級で身につけるんです。 で、その3級が固まったら、そこに2級の知識を載せることによって、2級の試験に受かるようにするんです。そうすると、2級の試験を受けるためには、3級の知識必須です。だって、3級の内容も出るもん。3級の内容も出ますから。だから、3級でまずしっかりと土台を固めて、要はここで基礎を作るんです。で基礎を作ったら、そこに2級の内容を載せるんです。 で、そうなったときに、日常的に経理業務なんか従事してる人だったらまだいいかもしれないけども、みんながみんな経理業務やってるわけじゃないでしょうそうするとね、3級勉強しました。合格できました。合格できた後に、例えば半年間も何もやらないと、簿記の知識なんか普段使わなきゃ抜けちゃうんですよ。で、抜けちゃうんで、じゃあしばらくしてから2級の勉強やりましょうつっても、3級の話で思い出しから入んなきゃいけないんです。これは不効率。で、逆に言えば、3級2級と、 連続して勉強してしまえば、3級の土台を作り終わりましたよ。じゃあ次に2級の内容を載せましょうっていう勉強ができるんだから、土台がしっかり固まってすぐに2級の話を載せることができますんで、2級の資格取得という意味からすれば、連続して勉強するのが一番効率性高いに決まってる。これ、だんなら頭がいい人がやったってね、しばらく時間が経てば勉強したことを忘れるのは当たり前なの。だから、3級と2級の間っていうのは極力間を空けない方のがいい。 まず続けてやること。で、続けてやるっていうのが一番効率性は高いです。だから、この329っていうのはセットでやってしまいましょういうのをまず僕らはお勧めしてる。で、さらに申し上げるとね、<laughs> 具体的な勉強の仕方として申し上げると、近年、二章の簿記検定っていうのは、試験の仕方、ま、あ要は受け方だよね。試験の受け方がざっくり2種類になりました。ね。一つが、 最、相当多くの方々がお受けになってるけど、CBT 方式って言って、いわゆるパソコン試験ね。ね。で、これパソコン試験って言ったって、あの、ご自宅から受けらんないですよ。で、これは、あの、指定された各会場があります。ね、商工会議所から指定を受けた各会場があって、うちなんかもね、レックの本校っていう校舎では CBT の会場になってるところもあるんですが、あの、各地の指定された試験会場に事前の手続きをやっといていただいたら、 もう決まった日付で、決まった日付でというか自分の都合のいい日付で自分の都合のいい時間帯にパソコン画面に出てくる問題を解きましょうと。そうすることで言ってその場で合格不合格が分かりますよ。いわゆるこのネット試験と呼ばれるものですね。これはもういつでも試験を受けることができますからあの事前の手続きは必要ですよ。事前の手続きは必要ですけども都合だけ合えばいつでも年何回でも試験を受けられますよ。これが CBT 方式といっていわゆるネット試験。これが一つ。 で、これ以外にもう一個あるのが、統一試験っていう呼び方を日照さんしてますけど、いわゆるこれが集合式の紙ベースの試験です。で、集合式の紙ベースの試験ってのはもう伝統的な資格試験ですから、えー、3、2級に関して言うと年3回。年3回。6月と11月と2月。あの、日照さんって年度が4月から始まるんで、4月から3月末の1年度で考えた時に、最初が6月。次が11月。で、最後が2月になるんですが、年3回。 これは、各種商工会議所が指定する試験会場があります。で、試験時間も決まってます。で、実際に皆さん方にそちらにおいでいただいて、紙の問題に答案を作っていただく。紙ベースで答案を作っていただいて、試験を受けていただく。これが統一試験。で、今日商造の募金検定ってのは2種類あるんです。2種類ある。ただしちょっとこれ注意が必要で、あの、東京商工会議所。 まあ、要は東京23区を考えしてるんですけど、東京商工会議所だけは、もう、統一試験、統一の試験、試験会場に行って試験を受けていただくっていうのはやりません。ネット試験だけ。ね。で、ネット試験だけになったから、まあ、これからもしかしたらす、ね、ある程度都市部の商工会議所これに追随してくる可能性もありますけども、現状そういう形になります。で、いずれにしても試験の受け方2つあります。で、2つありますが、 日々の勉強は常に紙ベースの試験を前提にとにかく書くんです。なんかね、ネット試験になることによって手書きで勉強する必要がなくなったように誤解されている方がいらっしゃるんですけど、全然違います。日々の勉強はもうとにかく書くんです。問題集だって何だって手で書くんです。当たり前です。だって学習の効率考えてください。 物事を読んでるだけでは漠然として概略はつかめますよ。ただ詳細論まで理解できますかできないですよ。じゃあそれが頭に入るようにするために何するんですか書くでしょ。ね中学生の時だって高校生の時だって試験勉強で書いてるでしょテキスト読むだけで終わってますかテキスト読むだけで終わっちゃう人もいるかもしんないけどそれは一部の成績優秀者か圧倒的多数のそうじゃないとかみたいな話になるじゃない。読むだけで点数取れるわけないんだから。で読むだけで点数取れる。点差は言いますよ。一部。 いますでそういう人も一部いるのは事実ですけど、まあ、圧倒的な層の人は普通そうじゃないじゃない僕なんかもう100%は無理ですもん読んでるだけでじゃあ試験だっつったってもう10分もすれば忘れちゃうならやっぱ書かなきゃダメですとにかく書くだからね勉強っていうのは試験の受験の仕かがそういう CBT みたいにねあのパソコン使ってネット試験で受けるどんどん先鋭新しいものに変わってっても勉強は結局アナログなの もう書くんです普段書く勉強をやってる人ってやっぱ頭に入ってくるし対応力も高まりますでそれを後は実際アウトプットする時試験を受ける時にパソコン入力するかどうかだけの問題ですからい普段の勉強はとにかく書くんです、ね、でその書くということを主軸に据えながら仮にネット試験を受けるんだとしても日々の勉強はとにかく書くんですで書くということを前提に据えながらなおかつ3級と2級っていうのは切れ目なく 続けて勉強していくのが一番効果的であることは間違いない。なぜならば、日照の勃起検定は、い、言ってみればピラミッド積み上げ式ですから、3級の話に2級の領域が乗っかって2級の問題が形成される。であるならば、3級2級続けてやってたものが当然3級の論点は抜けないじゃないですか。効率的であることは間違いないでしょ。ね。だからそういう前提で勉強をやっていくというのはまず一つだね。であとは、極力内容の理解に努めるってことですね。なんか、 簿記の,の試験って、まあ、日照だけじゃなくてね、会計学って全般的にそうなんだけど、わりかしあの知恵を問うんですよ。知恵を問うの。知識じゃないの。知識ってのは知ってんか知らねえかですから。知ってんか知らねえかっていうのは知識で、知恵っていうのは知識と知識を組み合わせて応用転化して問題を解きなさい。要はことに対応しなさい。これが知恵なんですね。で、会計の試験ってね、上に行けば行くほど、知恵の比率が高まるの。 だから、3級とかはわりかし知識の方のが重い。知ってんか知らないか。ね。わりか,かしパターン化して勉強することもできます。ただ、2級になってくると3級よりもやっぱり知恵を求めますよ。知識と知識を組み合わせて問題に対応してください。あ、この論点、ここで勉強した話と、ここで勉強話を組み合わせると、この問題解けるんだね、みたいな、こういう話が多少出てくる。で、上に行けば行こうとそうなんですよ。 母規会計って僕普段メインで担当させていただいているのは税理試験なんで、僕の担当している税理試験なんかまさにそうですよ。特に僕、簿記論という科目を担当してるんで、あの、簿記論は完全に知恵ですから。だから、知識一辺倒の勉強してる人って何年やっても簿記論受かんないです。受かんない人の共通点はそこですから。知識だと思ってるんですよ。で、ね、覚えりゃいいと思ってるんです。違うんです。知恵なんです。 で会計ってのは上に行けば行こうと知恵が求められるんだけどその前提で考えた時にもやっぱり知識の部分が固まってなければ知恵なんか働くわけないじゃないそうするとさっきの話に戻りますけど3級のところでしっかり知識を固めるんです土台ですからでそれが固まった上で知恵を求められるようになってくる2級の試験に挑んでいただくすなわち準備の勉強を進めていただければね知識の構築をやってから知恵に、ね、転嫁しなきゃいけない2級の領域に入るまで間が空かないでしょ 間が開かないってことは土台が揺らがない前提で人級の領域に入れるんだから知恵だって発揮しやすいんですよ。それはそうですよ。頭の中に内容がしっかり知識として残ってる段階で知恵を求められる内容に移った方がいいに決まってるんだから。でしょこれが一つ大きな特性。だそういうふうに勉強ってのはやってくるんですね。ええまあそれはね、会計学という科目の特性なんです。しょうがないですよ。だって同じような取引があった。例えばお客さんに10万円で物を売った。ね こういうい取引があったとするじゃないでこの10万円で物を売ったっていう言葉で聞きゃ同じですよ A 社がやろうか B 社がやろうか C 社がやろうか全部同じだけど A 社と B 社と C 社では扱ってる商品の特性も違えば商売のやり方も違うんです b と b なのか b と c なのか全然それによって特性違うでしょでそれぞれの事象に企業で企業ごと対応しなきゃいけないから会計っていうのはその企業をその企業の特性を反映させるような手続きっていうのはどうしても出てくるんです その場その場で臨機応変な対応ってのはできなきゃいけないもともともとそういうもんなのねで稲森和夫さんってね有名な経営者の方いらっしゃいますけどあの方が「実学」っていう本を出されてますあれなんかもうある意味バイブルみたいになってるんで読んだことある方もいらっしゃると思うけどねであの稲森さんっていうのはもともと技術屋さんですからでも経営者になった時にねやっぱり会計行為の重要性っていうのを痛感したということをまあそういった本でもね散々歌われてる 会計が開かない経営者はだめだと、ね。会計を徹底的に身につけることが経営者の基本なんだということもおっしゃってる。で別に経営者にならなくたって、さっき言った通り、企業に勤める意もう全部土台ですよ。自分の組織がどういう状況になってるのか分かんないです。ね、それはどうですかそれはどうですかって僕は思いますよ。ただ、まあ、一般的に非常上場の企業の場合には会計情報がなかなかね返されないという問題もあるんで。 えー、全てが全て触れられるわけではないけどもただ少なくともね親会社がでっかい会社だとか、ね、自分の企業自体が上場してるって話になればいい連結財務省なんだろう携帯を通じてある程度の情報は得られるわけですから。ね ねえそういった情報っていうのをやっぱり身につけとく読めるようにある程度状況把握ができるように最低限の知識を身につけとくってことは、まあ、やっぱり必要なものだと思うしボギの2級ぐらいまでやっといていただくとある程度そういったものの基礎的な素養ってのは十分固まると思うんでねそこから必要に応じて順次さらには今度は試験勉強じゃないような勉強を進めていっていただいてご自分の能力を高めていただくこともできると思うんですよただ書店さんの本を読むに当たったってやっぱり2級ぐらいの知識があったほうが全然理解は深いですから ね、だからそういった意味でも3級2級っていうのは同時に勉強していただいた方のやっぱり効率的だろうし将来的に皆さんに得られる効果というものも大きくなると思いますよ。ね。ね学習効率という意味でも3、2級っていうのは同時にやっていただくことの方がメリットはあったデメリットなんかないですよ。デメリットあえて言うんだったらちょっと勉強の時間が長くなるから大変。ね。まあ人間誰だって勉強なんかしなくていいんだったらしない方,の方がいいもんね。自分の好きなことがやれた方,の方がいいじゃない。 ねね、いいとは思うけどもただもう世の中そういうふうに言ってもらわないでしょ、ね、どん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 世の中先鋭化してって、ねまあ、ある意味健全だという人もいるかもしれないけどもちょっと世知がいなっていうところもあるかもしれないけど世の中実際そういうふうに今変わってるでしょ昔みたいにお、ね、おらかに物事を捉えてくれる会社さんってのはだんだん減ってるじゃないですか やっぱり今黒字をバン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 出しているような大企業さんであっても黒字の中でリストラを進めてたりもするわけでしょ、ね、昔みたいにまあとりあえず贅沢しなけりゃ何やったって食っていけるよっていう時代でももうなくなっちゃったと僕は思うんですよ、ねまあ、それはある意味日本という経済が日本という国の経済がある程度のところまで成熟したからだっていうのも一つの理由だとは思いますよただ まあやっぱりね、これからやっぱりお勤めになって、いろんな部分でビジネスを展開していく方々にとっては、やっぱりね、ある程度自己検鑽というのは続けていかないと、正直会社をクビになることはないかもしれないけども、生活が楽になるということもないのかな、いう気はしますよ。昔みたいにもう、確的に給料が上がりますなんてのは、長いスパンで見たときにもう続かないですよ。当然、そもそももうリストラやってんことから明らかですから。 何年目だから確率的に給料を上げますみたいなね、そういうのってだんだんなくなりますよ。つうか、もう今すでにねえけど。ね。あの、この間みたいになんか物価がいきなり上がっちゃったんで、それに対応して少し上げますとかね、政府に言われたんでお付き合いで上げますとか、そういうのやってますけども、女のは永続的なものじゃないですから。だから同期入社だって、明確に差がつきますよ。会社に対する貢献度によって、当然ですけど、給料差がつくのは当たり前の世の中なんで、それが資本主義ですから。 でしょーだからそういうが嫌だなっていう人もいると思うけども、しょうがないですよ、もうそっちに触れちゃってるんだから。で、これから下手すればね、介護規制だってどん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 緩くなりますよ。僕はそっちにも動くと思ってます。えー、もうこれ、僕、5年、10年前からずっと言ってるんですけど、介護規制は間違いなく緩みます。今みたいに、もう一旦取ったものはクビにできない。そんなの続きません。で、それを続けなくていいという人たちが着実に増えてる。特に若年層は。 20代30代非常に多いですからねで僕ぐらい年になってくるとやっぱりそれだと厳しいんでいやみんなの声を維持しましょうっていうふうに思うんだけども,でも若年層がそう思ってる人たち多いですからやっぱり世の中そっちに触れてきますよ、ね、でそうなった時にやっぱり確固たるベースになるような知識というものをより多く持ってた人の方のが将来性っていうものは僕は見えてくるように思いますけどね別に簿記の検定試験を取ったから未来英語を食べていけるそんなことは言いません 取ったら終わりの時代はもう終わってるから。そうでしょで弁護士さんだって何だってそう。昔はだって平均所得で1400万ぐらいあった。今の弁護士さんってだいたい700万ぐらいですからね。半分になっちゃいました。超エリートですよ。その方々だって平均所得が700万っていう人たちが出てくる時代になった。もうそういう時代なんです。それ以下だっているんですから。昔はいなかったから。それぐらい世の中変わってんです。で、そうなるとね、そうなると弁護士なんかやったってしょうがないじゃん。 司、ね、法試験なんか難しい思いしたってしょうがないじゃんやるだけ無駄だよっいう人も出てくるんです出てきます出てくるけどただね冷静になって考えなって僕は言いたいんだけど本当にそれをやる人たちが無駄だと言えんのか話ですだってこれからどんどん外国規制が自由化された時にじゃあ会社が取る人材としてね直接訪問やるとかやんないじゃなくて基礎的な素養として司法試験を受けるわけない素養をやってる人と何もない人どっち取ります もうそんなの比較の対象にもならないですよ。僕が経営者だったらどっちらいますか比較の対象にならないです。考えないです。だって面接なんかしたって人間性なんかわかんないんだからどうせ。で <laughs>、ね、わかんないでしょだって僕のことなんか、この30分くらいでわかりますわかんないでしょ僕だってわかんないですもん。面接なんかやったってよっぽどね、よっぽど癖のある人は別かもしれないけど、人の良さなんかわかんないですよ。わかんない。だそんなんで決めらんない。 重要なファクターは何ですか客観的に評価できるもので選ぶしかないじゃないですか。そうでしょでそうなったときに何もない人。何、ね、かやったってしょうがない。弁護士なんか食っていけない。簿記なんか取ったって食っていけない。つって何もやってあがないって人と、それに、ね、コツ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 勉強やってきた人。将来性に対して経営者、採用者側がどう見るか言ったときに、こんなの比較の対象にならないですよ。別に僕は資格が全てただ言わない。言わないけども、え 弁護士さんであったり、まあ、極端ではな例だけどね、日照簿記検定であったり、こういったものを取っても意味ないよという方がいる。だからそれは何か別のものがあるんだったらいいですよ。何にもないの、ね、そんなこと言ってるのはただの現実逃避です。だそういう人の話は聞かない方がいいです。何の役にも立たないから。あー、何か他のもので、ね、客観的に誰にでも評価してもらえるものがあるならいいです。あるならいいと思います。または芸術家肌で。 そういう分野で仕事されていくんだったらいいと思います。でもそうじゃない限り、まあ客観評価の指標として資格ってのは絶対的にでかいに決まってんですよ。採用者側からすれば間違いなくそうですから。そうでしょうか。うだから、どこの営利企業に行ったって簿記の知識ってのは絶対必要なんです。勉強すること無駄なんかならない。絶対ならない。これは間違いなくだからやっていただくだけの価値は僕あると思うし、 ね、3級2級というのは連続性を担保した方のが絶対的に学習効率高いのは間違いないですからまあ変にね営業のスタンスだけで言うんじゃなくてこれはもう学習効率として間違いないんでそこの部分はね、まあ、可能な限り連続性を担保するように勉強っていうのをしといていただいた方のが結果的に短いスパンで成果を残すことができますよという話になりますから、まあ、ぜひね そういう観点で前向きにご検討いただくといいんじゃないかなというふうに思いますもう、もちろん時間だからね、終わりにしなきゃいけないんだけど、まあ、取り留めのない話になってしまったんですが、あの先ほど申し上げました通りね、受講料であったりとか、さまざまなお手続きに関しては疑問点等、当然あると思いますので、あのそういったところについては、お一人お一人状況も違いますからあ、ぜひね、積極的に私どものカスタマーセンター、各本校、それから各試験科でもいいです。 えー、お問い合わせ窓口としてのメール、電話、ご用意してますんで、あのお気軽にその点はご相談くださいで、その上でね、納得していただいた上で、えぇ、ー、調するかしないか決めていただければ、それでいいと、僕は思いますんで、まあ、せっかく皆さん方、今ね、資格取ろうと、よし、自分のスキルを上げていこうというふうにお考えになってるわけだから、ね、その思いをね、しっかり形に残せるようにするためにも、やっぱり悔いなく、勉強を進められるようなシステムというのをご選択いただいた方が、僕はいいと思うので。 ね、何でもいいです。えー、何かあ疑問点があればね、そこは事前にお問い合わせをいただいて、疑問点の解消をしていただいてね、納得していただいた上で勉強の方を始めていただければと思います。で、2級ね、私どもの方で、えー、ご聴講いただくようになれば、あの2級の将業、二、えー、級の講義、講義は僕が担当ですから。ね、すいませんね。ちょっと無さっ苦しいおじさんで。<laughs> ね <laughs> ねえー、で、そのまんま、 ねえ、僕は、僕だったら、あの、そのまま税理士の方にも入っていただくことができるんで、別に税理士やれとは言わないですけど。ね。まあでも2級ぐらいまで勉強を終えるとね、あの、そういう、いわゆる職業会計人と言われるような公認会計士さんとか税理士さんとかそこら辺も、一つ選択肢に上がってくると思いますよ。2級が終わったから税理士受かるってことではない。ただ、2級をやった時に、点数がいいとか悪いじゃないのよ。意外と面白いじゃん、簿記って。思えれば、これ多分いけますよ。 本当かよと思うかもしれないけど、本当です。あのね、点数がいいとか悪いじゃないんです。面白いと思えるかどうかなんです。簿記ってハマる人ハマるんです。これ面白いじゃんと思ってもらえると、これね、意外と行くんですよ。だって、あの公認会計さんっていわゆる難関資格でしょ。ね、公認会計さんって結構中卒の人いるんですよ。学歴じゃないんです。ね。高校も行ってませんいるんですよ。でもそういう人たちって簿記にはまるんです。 会計面白いじゃん、これ。ってなると、意外とスッといっちゃう。逆に言えば、難関の大学出てても、会計士も税理士もずっと浮かんだ人、います。会計ってやっぱ独特なのよ。面白いと思えれば、ね、上のところまで行くだけの素養はある。で、逆に言うと、その判断が一つつくのは多分2級ぐらいかな。いうふうに思いますよ。で2級ぐらいやった時に、難しいな。ね、当然思います。わ、これできないなっていうような問題も出てきます。出てくるけど、 でも全体見た時にちょっと面白いかなって思えれば、それは皆さんに合ってる。合ってる。ね。どんなに頭のいい方でも、簿記ってやっぱ合わない人は合わないから。<laughs> ね。合わない人は合わない。でも、ちょっと面白いかもなって思える人は合ってます。だから、将来的にそういったものまで見えてくると思うよ。ね。まあ、そういった、ちょっと余計な話もしましたけどね。まあ、連続性を担保しながらやってやっていただくと、一つ、 ね、いわゆる履歴書なんかに書いても遜色のない2級というところまで行けますんでね是非、まあ、前向きにご検討いただいて、えー、できれば私の授業通りもご参加いただければ嬉しいなと思います以上で本日のガイダンス講義は終了となりますトリートメントない話になってしまって申し訳なかったんだけどねまあ苦労ですけど疑問点等に関しましては順次 ねえ、メール、お電話等でご相談いただいて、疑問点の解消に図っていただければというふうに思います。以上で本日のガイダンスは終了です。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。